あの今日の v ウボイスでのご質問のちょっと、えー、補足なんですけど、まああのー、ご質問してくださった方は、ですね茂木、まあ、さんは真理に近い、えー、境地にあいらっしゃると思うがって、本当にありがとうございます、そういうこと言ってくださってね、あのー、ご親切にありがとうございます、で、えー、思うんだけど、えー、その世の中の動きが、ね、遅いから、イライラしないかっていうで、堀江さんはイライラしてるよねっていう。 えー、なるほどなと思いましたで堀江は確かにイライラしてるかもしれませんね、えー、っと堀江の思い描く理想というか高度な在り方と日本の世界を比べると日本の世界はもたもたしてるんで、えー、イライラしてるっていうところがあるかもしれないんですけど。 でもああのー、まあ、僕は僕なりに、アホなりにいろいろ考えてるじゃないですか、教育のこととかね、英語の話もそうだし、偏差値教育とか入試とかね、うん就職活動のこととか、いろいろお笑いとかコメディとかね、だけど、その日本の社会はそんな変わらないっていうのは、これ、当たり前で、長い歴史を持っている国がね、そんな簡単に変わらないじゃないですか、まあ、明治維新だと変わったっていうかもしれないけど、明治維新だって、前と後で随分連続性もあるんでね、勤勉さとか、 えー、ある種の態度ってのは変わってないと思うんで、だから、あのー、そんなに変われないんですよ、人間って急にはね。だから、あのーまあ、僕は そんななにに世の中にイライラしてないっていいっうか僕はだから自分でベストを尽くして、えーまあ、僕のこの YouTube のチャンネルもそうですけどあの自分がいいと思うものを一生懸命やって、まあ、至らないところもたくさんあるんですけどそれでなんか世の中に少しでもいい影響があればいいなと思ってるだけなんでむしろ僕はどっちらかというとイライラするのは自分に対してですかねこんなことじゃダメだろうって思いはいつもあります。えー、例えばだかからまあ僕ののライフワーククであるクオリアとか意識の問題にとって ついてもですね、なかなか本質的な進歩ができない、一生懸命頑張ってるんですけど、なかなか本質的な進歩ができないこととか、あと、英語での仕事も、まあ、4月に2冊目の英語の本出ますけど、もっとあの、まあ、1冊目も2冊目も、えー、ある意味では日本論でね、えー、1冊目が、えー、生きがいについて、2冊目が和み、和みについての本なんですけど、まあ、もっとあの日本論とは限らないことについても、英語の著作をたくさん書く予定だし、 いやそういうつもりで言うんですけどなかなか進まないしあと本当は英語のね、えー、自分が MC の番組 Netflix とかでやりたいやりたいなと思ってだからなかなかシンガポールのねプロダクションカンパニーとそういう話も進んでたんですけどなかなかコロナもあったし私の力も及ばずで進んでなくて、えー、だからもう自分にイライラする感じですかね小説も本当はもっとすごい大傑作を書いてるはずなんですよ、まあ、僕今まで小説何冊か書いてますけど、まあ、力及ばずで、えー、頑張ってるんですけどねだからもっともっっとと 頑張れるはずだって頑張りたいなぁと思う気持ちの方が強いんでこの YouTube もそうですよねええ底辺 YouTuber として頑張ってますがもっともっと多くの人に声が届けばいいなぁと思ってるんでだどっちかというと世の中にイライラしているというよりはええちょっと今ちょっと屋久すごい雨になってきたんですけどだから今多分薬師島が今日は雨だっていうのはどうすることもできないじゃないですか,か世の中のことはどうすることもできないんですよだから一生懸命自分がベストを尽くしてね でそれで、えーとまあ、伝わればいい、伝わらなかったらしょうがないなってことですよね。だから僕がなんかベストを尽くしても、日本がどうなるかってのは、僕が一生懸命祈っても、今日この屋久島がこの雨で晴れないっていうのと同じかなと思ったりもするんですけど、で堀,江堀江はねあの、僕はやっぱり素晴らしいと思います、で彼がイライラするのは分かりますで、それは堀江の役割なんでしょうね、僕とちょっときっと役割が違うのかなと。僕はえー、とどっちかとというと世の中を、えー、自分で 動かしていくというよりはなんか自分なりでできる表現をしてその表現の一端がいい影響を与えればいいなということにしすぎないんですけど堀江はもっと堀江さんはですねもっとロケットも作ってるし世の中を自分で動かしていきたいっていう人だと思うんで起業家なんでね、まあ、そこは堀江さんと僕は立ち位置が違うと思うんですがただ僕は堀江さんが、えー、とイライラされてるってことはそれだけ堀江さんがですね、えー、自分の時代よりも先に行ってるってことだから。 だだかからこそ堀江さんんの価値バリューがあるんだろうかなと思いますということで、え貧、ー、者の一党じゃないですけど、片隅で一生懸命頑張ってますので、えー、もしよかったら、私の,この脳の教養チャンネル、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。<laughs> っていうかもう、薬島は今日は雨でダメだわ。